向こうにその気があればの話だが。気のいい帽子屋たちがか。私の知る奴らとは別人のような形容だな。帽子屋たちが貴族に見えたのならお前の目は節穴だ。その二人両方に会ったのか。最悪な組み合わせだ。ブラッディ・ツインズにまで会ってよく生きていたものだな。すぐに斧を振り回す双子の門番のことだ。どうしてそう呼ばれるかは分かるだろう。あとの二人も両方とも頭がおかしいが、帽子屋というのは格別におかしい方。派手な帽子をつけた方の男だ。そのままの意味にとるな。奴らはマフィアだ。ボーシアファミリーというのが通称で、ブラッド・デュプレがボスでボーシアと呼ばれている。もう一人の金髪にウサギの耳をつけたふざけた男、エリオット・マーチは組織のナンバー2だ。通称三月ウサギ。帽子屋の懐刀だ。頭は良くないが
帽子屋に浸水していて信任が厚い。奴は脱獄囚で、私とは朝からの因縁がある。それはそうだろう。私が奴を投獄した。私が命じ、部下が捕らえたんだ。恨まれている。なんだ？弱くはないぞ。時間の番人だ。市民の平和などどうでもいい。時間の番人は時間を守るんだ。そういう意味ではない。時間という定義を守るんだ。時間を乱す者がいれば正さなくてはならない。もうそれでいい。時間を守り、時計を修理する。それが私の仕事だ。だから時計屋とも呼ばれている。時間を乱した者に罰を与えるのも私の仕事だ。奴は滞在人だ。1万回の時間帯を牢獄で過ごさなくてはならなかった。脱獄したんだ。帽子屋がまんまと脱獄させた。そしてめでたく、奴は脱獄囚のマフィアとなったわけだ。もっとも、時間を乱した罪に限らず、叩けばいくらでも埃が出てきそうな奴らだがな。
いや、あいつらはゲスだが、女にだらしがないとは聞かない。気に入られたんだよ、お前は。お前は夢の見られない女だな。女というのはもっと夢見がちなものじゃないのか？これは夢なんだろ？そうか？似合っていないとは思わないが。いや、似合っているとも言っていないぞ。似合っていると言ったわけではない。俗めいた男扱いするな。言われ慣れない言葉だ。
そんな言葉がそれだけスラスラと出てくるとは、相当な遊び人なんだろう。やはりついていってしまえばよかったんだ。私程度をよく持ち上げようという気になれるものだな。私には仕事が。それに私の部屋は広くは。仕事の邪魔をしたらすぐに追い出すからな。なんだ、ジロジロ見るな。客などめったに来ないから必要ない。当たり前だ。そのベッドは使っていいぞ。客が来た時のために余分のマットレスがあるから床に敷けばいい。ではどうしろと言うんだ。一緒に寝るとでも言う気か。
別にお前が床でもいいんだぞ。そうしておけ。どうせ私は仕事でベッドなどほとんど使わない。そうだ、私はお前のような暇人と違って多忙なんだ。どうだか。ああ。ああ。
ああ。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 